ハーマン・メルビルはアメリカの作家、小説家、ニューヨーク出身。代表作は、白芸など、ニューヨークの裕福な食料品輸入商の産男として生まれる。11歳の頃、家の経済状態が悪化し、母の実家に移り住む。2年後、父が多額の借金を残して死亡。ハーマンは学校を中退し、ニューヨーク州立銀行で働き、 16歳で教員の資格を取った後短い間小学校の教員を務め、また測量土木の技師を志すが、債権者に迫られるほど家計が逼迫したため一家はオールバニーにほど近いランシンバーグにお逃げする。しかし移転先でも生活が成り立たなくなると、やむなく1839年に兄の紹介で船員となる。1840年。 捕鯨船アクシュネット号の乗組員となり、翌年太平洋へ、航海、厳しい環境に嫌気が差し1842年7月9日、マルケサス諸島の抜く日橋まで仲間と脱走、先住民タイピー族に出会う。8月に、オーストラリアの捕鯨船、ルーシー・アン号に救われるが、タヒチ島で乗組員の暴動に巻き込まれ、イギリス領事館に逮捕される。 10月にはここからも脱走し、英明を島に隠れる。この波乱万丈な航海は、11月、アメリカ捕鯨船、チャールズヘンリー号に救われ、翌1843年4月ハワイに着くまで続き、その後の彼の作品に大きな影を落とした。ホノルル滞在中の1843年8月、アメリカ海軍フリゲート艦、ユナイテッドステーツ号の水兵に採用され、 翌1844年ランシンバーグに帰郷する。留守中に、実家は、家計も良くなり、兄弟も独立していた。暮らしに、余裕のできたハーマンは、文筆業で身を立てようと、当時流行していた、海洋小説に手を染め、マルケサス諸島の体験をもとに1845年諸島作、タイピーを発表。1850年、メルビルは、 放送ヒズマシーズで、ナサニエル放送を絶賛し、二人の交流が始まる。翌年、白芸を発表するなど、精力的に創作活動を続けるが、著作品はことごとく評価されず、文筆で身を立てることはできなかった。そこで外国の領事館や海軍に職を求めるが、雇い口は見つからず、生活に追われながら、細々と小説を発表する状態が続く。 死には、また、72編からなる、南北戦争についての見聞録、EN、バトルピーシズアスペクツオブザオーもある。1866年12月、妻の親戚のつてでようやく、ニューヨーク税関の検査係の職を得るも、4人の、子供のうち、長男、マルコムのピストル自殺、自宅の消失、次男スタンウィクスの出奔、 1886年、サンフランシスコで隠しなどの不幸が続く。傑作、ビリー・バッド完成後の1891年に死去。難解な作風のため、一部の愛好者を除いて無視され、続けていたメルビルの作品は、死後30年を経た1921年に、再評価の動きが起こる。この年、レーモンド・ウィーバチョ。 ハーマン・メルヴィル公開者にして新秘化が発表され、メルヴィルの評価は上昇し、メルヴィル著作集、全16巻の刊行白芸の映画化などが行われる。メルヴィルの存命中に考えられなかったことに、今やアメリカを代表する文学者として、世界中に知られるようになった。サマセットノームの世界の10大小説に入っている。存命中は、白芸など、 主な作品は、あまりの悲劇性、象徴性のために、まともな評価はされず、本人はずっと税関で働いて暮らしを立てていた。その後、エマースンやソロー、ホーソーン、ポー、ホイットマンと並ぶ、アメリカルネサンスの作家の一人として、名を連ねると、日本語訳で読めるようになったのである。研究は、古典となった、坂本正幸、アメリカルネサンスの作家たちから、 近年は、アメリカンルネサンスの再評価を試みる、アメリカンルネサンスの現在系他がある。詩人の元光が、ヤシを出版社で、イスラエルポッター他数作を翻訳。アメリカ文学で、最も長編の女子詩とされる、くられる、聖地における詩と巡礼は、須山静夫役がある。安倍智治役による、白芸、大書人バートルビーを含む地区書房版。 世界文学全集は1960年、1967年、1970年、1972年と、開版を続け出版された。同じ船に乗り組んだ、リチャード・グリーン。タイピーにトビーとして、登場集営者の、世界文学全集は、白芸を、新旧のわけで、審判で、タイピーとき字ね役を収録。 坂下昇役で作品を網羅したメルビル全集国書館公会があるが役分は独特な難解さである。イカ一覧は国書館公会での観光。メルビルの父アラン・メルビル。ピエールに主人公の父の肖像としてしよう。ありがとうございます。